はい、こんにちは、ライムです。はい、いよいよな雰囲気ですね。これチラシんだけど、ジェノバのチラシんだけど、めちゃめちゃ生きてる感じがありますが、はい、プレジデントフローかな、行きたいと思います。おお、あれイベント、プレジデントの野郎どこ行きやがった。あれ、セフィロスは、待て、何か聞こえる。誰かいないか。これは社長の声が聞こえる。てか側近が誰もいないんだね。おい、ん、すごいな、プレジデントフロア。助けてくれ。社長の話はとりあえずしかとして、おお、ヘリポートが併設されているぜ。さすがだね、社長の声が聞こえるが気のせいだろ。おお、これが社長の、すごいな。ていうか仕事してる痕跡がないんだが、あ、全部このディスプレイでやってんのかな、もしかして。うるせえな。あ、窓割られてんじゃん。窓が割られてますよ。ん？あ、ここから出られるわけじゃないんだ。ティファさんがそこにいますね。おい、声がでかくなった。こんなところに社長専用の、社長専用の、これ安売りしてんのかな、してる、まさかの安売り。助けてくれ。これ助けてくれって声が聞こえるけど、隣で普通に自販機買ってるってシュールだよね。ガシャンガシャンとかって言って。シュールだね。誰かいないか。うるさいな。助けてくれ。なんだなんだ。おい、誰か。おい、あ、こんなところに社長が。おい誰か助けてくれ。サンダが撃ってやろうか。助ける義理はないな。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む、てか限界だ。どういう状況？それならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりが。バレット、やめて。やめてなんだね。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から7番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために、命を懸けてシンラと戦う、それがアバランチ。その俺たちにシンラは屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ天武、甘いのだよ君らは。真相、名誉、自由、勝利、隠してた。なんと利己的なことか。しかもだ、
神羅なき後の未来像、魔行なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないがね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包み紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。神羅って書いてある銃に、やっぱ当然ながら神羅製の銃だね。おお、この刀、おお、セフィロスさん、ディメンターじゃなくて、なんだっけ名前。お、バレットさん、バレット、バレットさん、いや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 、おお、かっこいい。やややこいつは、あれが全ての始まり。おお、ジェノバか。どうなってるの？ジェノバビート、幻覚。さあ行くよ。とりあえず見破ろう。あれ、ライズビートやっちゃったライズビート使っちゃった。あら、シンナで極秘に保管されていた実験体、詳細不明、精神に干渉し幻覚を見せる。 HP が一定値を下回るとバーストゲージがたまらなくなる。チャンエア使うか。なんだっけ、聖なる魔法陣。あれ、聖なる魔法陣って範囲指定するんだっけ。わお、行った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 、いや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 、あ、ストップ、ストップ、なんか盗むやっちゃった。当たってないっすよ、クラちゃん。何？何？なんかティファの HP がやばいんだけど。よし、やっちゃおう。ケアルが出番だよ。痛い。魔法陣、魔法陣。あお！痛い痛い痛い。ビリビリ。痺れる？硬いねこの人。テンペスト。硬い。ジェノバレーザー、やばい。ガード。ん？ガードしなくても大丈夫。これやばいな。なんか追いかけてくる。あ、バーストした。いける？
終わらせる。ウェイラビットチェイン、ウェイ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 、オッケーオッケーオッケー、気持ち悪い。 FF7 で結構グロテスクなの多いよね、敵が。生体維持機能ブロック、触手倒さないとダメか。お、カビナで弱点っぽいぞ、痛い。ミミズっぽい質感が、ミミズとそれと一緒。ここまでよし、 OK。 あ、またそこにいた。あ、しつこいな、どんだけ出るの。ウェイウェイ N、 触手 N。 触手 T、 触手 U。 刻む、仕上げだ。ここまで。オッケーか、イフレク発動。痛い。そろそろバーストしそうなんだかな。うわー、また出てきてる。え、触手 A が復活してるぞ。ほらー、バースト。うわ、おら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 、終わったか。いや、最終形態か。わお、なんだなんだ。お、曲が変わった、曲が変わった。なに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 、絶叫。わわわわ、解放する、リミットか。わお、離れちゃった。行くぜ、行きます。ライム氏クライムハザードぶちかまします。ウェイ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 、かっこいい。いや、倒せてない、ストップ食らってる。ウェイウェイウェイ、痛い。そろそろ倒せ、あ、倒せた。お、これは49番さん。49番さん。セフィロスさん、しつこいね。消えたり出てきたり。なんか言えよ。なんか言えよ。喋れ。喋れ。こちらアバランチ第三飛行船。お、これよりメンバーの救出へ向かう。アバランチ本体の人だ。お、消えた。本家、アバランチ本家。早っ。飛んだ。飛んだ。普通に飛んだ。おお、復帰した。あって
な、あーってなんだよ、あー定めは死よりも強いか、うん、死の運命とかそういうやつね。ありがとうよ。なんじゃなんじゃ、すげえチラチラこっち見てるぞ、顔わかんないけど。ん？抜けた？え、戻れない、戻れない。クラちゃん一人で行けって、退治って書いてある、メインストーリー。ちょっと帰、いや、ベンチで休んでいい。さすがに。すごいね、セフィロスのテーマもすごいあるね、種類が。これ多分この後セフィロスとおそらく戦うんだろうけど、実際のセフィロスの戦闘曲も多分違うんだろうな。片役の天使の、あれ？こっちにもあるの？こっちにもあるぞい。なんで？すごいね、社長特権でどっちにも置いてあるっていうね。てか社長にこのベンチはいらんだろ、さすがに。社長にベンチはいらんだろ、実質行けよっていうね。今のとこ行くのかな、多分。わあ、綺麗な夜景だね。わあ、社畜たちの夜景だね。社畜たちが作っています。上行くんだなこれ。え、一騎打ちすんの、まさかこれ。回復マテリア装備させてたっけな。わあ、セフィロス、そんなとこにいたよ。セフィロス、あ、片役の天使流れてる。あの人は何番なんだ。2番、2番さん。え、え、なぜ、なぜ落ちた、どうして。おい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 、身投げ、身投げ、身投げ。お、みんな集まってる、上行きたいよね。上なんかありそうじゃない。長えなこれ。長いな、思ったより階段長いな。何もなし、あ、上登れるんだやっぱり。なんかあんのかな。あ、なんもねえ、なんもない。いや、いい景色だね。くぅくぅ、超高いぜ。あー、あれ7番街か。プレートが落ちて今あんな感じになってんだね。なるほどね。何もなかった。これ摩擦で手やばそうだけどね、これね。さあ帰ろうぜ。帰るというか脱出。うん、で、やつは逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。ん？お、え、何？何？撃ち落とされた。なんだ、タークスか？残念だ。残念だね。危ない、ちょっと。おー、やっぱタックスだ。これはまさかルーファウス。
ルファウス神だ。プレジデントの息子だ。ああ。おお、犬がかっこいい。これなんだっけ、ダークネーションだっけ。犬がかっこいいぞ。行くぞ。バーガイ、シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれバレット。死亡フラグだぞクラちゃん。クラちゃん死亡フラグだぞ。ちっ、あったよ。お前もすぐに来い。うわぁ、もうありきたりのセリフ。は、攻撃撃ってしまえ、クラちゃん。あれ、これ操作はしないのかな。ルーファウスと戦ったような気がする。お前はソルジャーらしいな。となれば、私は雇い主だ。元な、元。ソルジャーでも実際ねえし。世話になったな。一人も逃がすな。うわお、ヘリコプターもいるの、分が悪いね。二人きりだな。細かいことは気にするな。お、やっぱ戦うんだ、D リンク。れないな。あ、全然当たってね。わお、痛いよ、やめてね。あ、強い強い、このちゃんとコンビネーションがうまく効いてるぞ、この二人。よっしゃ、バット。今ちょうどいいとこだったのに。まさか、ギリギリだ。だが、これがいい。何これ、神羅コイン。何？なんだ？強っ。喜べ、遊んでやる。スモークコイン。わお！あ、食われてる食われてる。この距離で銃撃つかね。あ、強い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 。犬から倒したいよね。あ、犬倒せそう。犬、さらばだ犬。今度こそ二人きりだな。何、またさっきのやつか。お、何、忘れられない夜にしてやろう。かっこいいね。忘れられない夜にしてやろうって。遅い。早い。ちゃんと強いね。ただの息子じゃないよこれ。ただの社長の御曹司じゃないぞこれ。痛い。何？見えない。わおわお、何が起こってっか分かんねえんだよな。わお、相談数アップ。何、すごいすごい。痛い。ああ、なるほどね。痛い。 OK。 おお、ナイスクラちゃん。
ナイちゃん。シンナを潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンナは生まれ変わる。私の手で。さ、帰ってった。さっそうと帰ってったぞ。おクラちゃん。やばいっす、クラちゃん。やばいっす。あ、追撃はしないんだ。追撃はしなかった。やばいやばいやばい。そんな重い体験なんか持って、あ、これはティファさんが、ティファさんが。さすが嫁、さすが嫁よ。だらしないぞ、ヒーローなのに。さすが、これが嫁だよ。嫁は、嫁は嫁だよ。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。めめめ、クラード、くそ、おい、助けに行かねえと。おい、なんだ。やばい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 。隣に、マジで隣のエレベーターにあんなの乗ってんの、やばい。64階ミーティングフロア。なあ、人。異常ありまくりっすね。バレット。うわ、待った。あれ、ウェッジの介入はダメなんだ。ウェッジの介入は許さないんだ。バレット、クラウドさん、星の運命にウェッジは入っていなかったらしい。ちょっとは役に立てたかな。え、何今ガシャーンって言ったけど、まさかウェッジ、ウェッジ、え、突き落とされた。これメニューって書いてある、これ何。おい、生きてるか。なんとかね。あ、さっき、来た。やっぱり来た。おい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 。戦うんだな、これ多分な。58階アトリウム。めちゃくちゃしやがっていい。やろう。なんだなんだ、バリア、バリアっぽいな。やるしかねえか。あ、やるんだね、これは。あ、さっきのメニューってこれのことか。準備しろよってことだね。まあ一緒、このままで別に。はあ、聞いてねえ。バリアビットの登場を確認。バリアビット、こいつをぶっ壊せばいいんだな、多分。ウィークポイントって書いてある。ウィーク、なるほどね、エネルギー貯めてる時に。そっちはどうだ。よいしょよいしょ。しびれる。
ッケー、一個壊した。俺の見せ場だ。パワー集中砲火だ。覚悟しな。やばい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 、ガードガード。暗いな。はあ。こっちだな。マジかよ。まあいいや、ちゃんとあのバリアビットを壊してからにしましょう。暗いよ。はい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 、シカト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 。来るな。あ、あれガードできないんだ。あれはガードできないんだ。よっしゃ、オッケー。あと1個か、あと1個かな。わお。あれバレットのリミットってなんだっけ。リミットってカタストロフィーだかなんかだね。これ撃ってみるか。気づいた時には星屑だ。かっこいい。強い。召喚獣呼べるね。召喚獣呼びたいな。デブチョコボ ATB2 消費。やばいやばいやばい、 HP がやばい。久々にアイテム使おう。メガポーション。こっから本気だ。行けんだろ。いいところ見せなきゃ。飛んでけ。よっしゃ、バリアビート破壊。衝撃の波動を確認。全滅モードへ。なに、そんなことある。硬い。青。芝か。会えるの待ってた。あれ、芝使ったことあったっけ。一回使ったか。おお、弱点じゃん、氷。やばいやばい、手法。避けたい。あお。あれ、あれはあれか、柱とかに隠ればいいのかな。隠れれば多分。あ、これは結構チャンスな感じがする。聖なる魔法陣張って、で、サンダが撃ってやろうぜ。あれ、サンダが、まさかサンダが覚えてない、この人。リミットなんだっけ。癒しの風。吹き抜ける風に乗せて。飛んでけ。なんかやばいんですけど。やばいやばい。なんで囲まれてんの、いつの間にか。よいしょ。いけそうかな。おう、任しとけ。ほらほらほら。集中砲火だ。覚悟しな。そっちか。お、ダイヤモンドダスト。どれくらい食らうかな。強い。9500。強い。限界モード。HP 半分しか削れてないんだ。でも ウォーミングレーザーやばい気がする。ガードスーパーガード。青。あんま引いてる。波動砲。やばい、隠れろ。ここで避けれるのかな。
大丈夫か、避けてる感じがしないんだけど、一応ガードしとく。あ、すごい、避け、青壊れた、壊れた、ファイヤーウォール。あー、なるほどね、これね。まひってる。おら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 、そっちはどうだ。運んで HP 回復、 HP 回復。眩しい、ウェイ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 。あ、やばい、あそこに、あそこに隠れないとやばい気がする。隠れろ隠れろ、間に合え間に合え、えいえいえい、オッケーオッケー。ふう、あ、バルト様ちょうどいる。オッケー、やっ、まぶしい、落ちて、どうした。あ、まあ、ヒッター、そうだ、こっちやってやら、ほら、はぁ、行かないな、このまま続けんぞ。ど根性ってなんだっけ。あ、バーストした。バーストしてすぐ、それはどんだけモードあるの。拡散波動砲、どけどけ、仕掛けてくるよ。避けられねえか、瓦礫を盾にしろ。全乱命中させたら、バルトさん全然避ける気ないっすよ。ウェイウェイ、避ける気ないぜ、もう避ける気ないぜ、いけ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 、バレットいけいけいけ、倒せ倒せ、おー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 おお、バレットは戦闘不能になった。全部飛んでっちゃった、その前に終わらせる。オッケー、バレット死んだ。さすがに答えたな。休むのはまだ早い。休みたい。あ？クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。ならば退路を確保しておかなくては。だね。急ごう。優しいね、お犬さん。ワンワン。静かだね、中しかし全然いない。全然騒ぎになってないな。あとはあいつらと合流して。まだ、多いね、これは包囲されたね。タークスかな、誰だろう。あ、ハイデッカーか、忘れてたわ、存在を忘れてた。完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは、どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。確かに変な組み合わせだ。まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえろ、あとは殺しても構わん。
エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。かっこいい。待って。ん？この音は？うん。上に置いてあったバイクだね。強い。こんなのに引かれたらたまったもんじゃない。おお、いいね。みんな乗って。絶対当たってるけどね。逃げるな。捕まえろ。いけ、ハイデッカーやっちまえ。うわ、当たってない。ギリギリ当たってない。行くぞ。あんなギュンギュン、ね、あんなギュンギュンバイクジャンプできるかね。何事もないように普通に引いてったぞ。いいぞいいぞ。痛快アクションゲーだね。おお。